カオさん、この前 YouTube ライブされてたじゃないですか。ああ、はい。で、今後新たに TikTok とかも やられるっていうふうに言われてたじゃないですか。はい。なんか新たなことをチャレンジされることって結構勇気がいると思うんですけど、はい、いつもそういう活力になるきっかけって何かあったりするんですか。いつ死ぬかわからんしって思ったら、なんかとりあえずやってみようみたいなことを思うようになって、行動してみんとわからんなっていうことが最近非常に多いなと思うようになってから、とりあえずやってみようっていうのをすごく大事にしてて、だから TikTok ライブもしてみようかなみたいな、知らない世界を知りたいみたいなのがあるんで、とりあえずやろうみたいな感じを今持ってる感じです。応援してます。 TikTok じゃあフォローしてくださいね。あ、もちろんです。よろしくお願いします。お願いします。だったじゃないですか。人生の挫折ってあったのかっていうのをちょっと聞いてまして、そうですね、直近で言ったらやっぱコロナ禍の時じゃないですかね。おお、どういった挫折なんですか。もろに営業成績に響いたのが、はい、そのコロナ禍の時期だったんですね。ステップダウンにつながったっていうのがそのタイミングだったんですね。あ、これまでキャリアとしては順調に行かれてたけど、そのタイミングで。そうですね。なるほど。それをじゃあどういうふうに乗り越えられたんですか。もう考え方を一気に変えましたね。どんなふうな考え方になられたんですか。やっぱりくよくよしてても何も生まれないですし、確かに。もう人生で一番若いのって今じゃないですか。まあよく言いますよね。よく言いますよね。確かに。そこはやっぱり私の中でも常に意識していることで。確かに。やっぱ落ち込む時ってどん底まで落ち込みますけど、過去振り返ったら、まああれがいいきっかけだなって思えるようにしたいですよね。そうですね。挫折味わったりするとやっぱりこう歩みを止めたくなるじゃないですか。もういいやって。そこで踏ん張れる一歩っていうのが出るか出ないかがやっぱ人生の分かれ道なんかなっていうのは僕自身最近思ってて。ネガティブな時って前向きな意見って絶対出ないんですね。出ないですね。どうなったらこうね、その挫折をネタにできるかっていうのを考えてただけでも、まあ、一つ一つの物事の考え方が変わったりとかもするんじゃないかなって思って、はい、確かにやっぱあるんすね、挫折って。ありますね。ちょっとうまいこと言ったらいいんですけどね。ね、もうずっとうまいこと言っててほしいですけどね。ですね。おはようございます。本当に1日目は昨日は雨に振り回されてしまったんですけど、そのおかげもあって夏のキャンプだったんですけど、気温も快適に過ごすことができて、まあ、ラッキーだったなというふうに思ってます。
りあえずね、お引き取られるまで待とうと思います。寝れました。ちょっと見せてもらっていいですか。あ、どうぞ。いいですか。最適やったんですか。結構美味しくて。おお、え、まだフルフルやったじゃないですか。そうですね、もう。フルフルと寝れました。ですよね。私のランク類もちょっと高さ高いんですよ。あ、じゃあ上も、そうですね。かがまずに。これは、閉まるわー。開けます。ありがとうございます。飲みましょう。飲みましょう。いただきます。本当ですか。このラインクルなんですけど、今後どこかといじったりして楽しもうと思ってる予定ってあるんですか。ちょっともう完全に、はい、バンライフ仕様にしたいなと思ってるんですよ。バンライフ仕様、はい、でもう正直中見てもらったと思うんですけど、はい、ボロボロなんですね。中古車ならではの、はい、路線上を板張りにしたりとか、あーちょっとテーブル作ってみたりとか、はいはいはい、まあ、そんな中にこもって快適な空間を作りたいなって思ってますね。またできた時見せてくださいね。もう第3弾になります。あ、動画撮りますか。撮りましょう。ありがとうございます。行きました。おお、これちなみにピザではないですよね。ピザではないですね。昨日の余ったトルティーヤ、はい、あ、トルティーヤ、はい、うん、あれを利用した、はい、まあ、ちょっとピザ戻し、ピザ戻し、はい、じゃあいただきます。いただきます。これイタリアン。イタリアンですね。キャンプご一緒したキャンパーさんに最近買ってよかったものを毎回聞いてるんですけど、はい、何か最近買ってよかったものってありますか。3つあります。3つあるんですか。3つもあるんですか。はい、3つとも紹介していただくことって可能ですか。お任せください。お、じゃあお願いします。お願いします。これですか。これです。うわ、何ですか。ブルートゥースピーカー。あ、スピーカー、
これ良さは、はい、コスパなんですよ。コスパめちゃくちゃ安いんで。おいくらですか？2000円前後です。2000円前後。へぇ、手のひらに乗るぐらいの小ささって言うんですよね。で、おすすめポイントは、はい、キャンプでも使えるし、家でも使える。ああ、どちらでも使えるみたいな。結局しても、はい、ここ安い。ああ、また買い替えようみたいなことができるみたいな。そういった面でおすすめです。確かに手の取りやすい値段っていうのが一番のストロングポイントですね。めちゃくちゃいい音です。あ、音もいいですね。はい、また後で聞かせてください。これでサルさんもいいですね。 ありがとうございますじゃあ二つ目お願いします。はい、こちらのサーバーです。僕キャンプの時に必ずコーヒー入れるんですけど、はい、サーバー何回も割ってるんですよ。あー、確かにガラスサーバーって割りやすいですもんね。これガラスじゃないんで割れにくいんですよ。割れにくいんですか？あ、確かに。いいでしょ。なんか素材何ですかね。素材はちょっとわからないけど割れにくい。割れにくい。あー、確かに。気軽に使えるサーバーとしてコーヒー。アウトドア系にはぴったりっすね。そうですね。僕も真似して買ったんで、ぜひカズさんも真似してください。わかりました。ちょっとギアが増えるかもしれない。じゃあ、三つ目。あ、三つ目。三、はい、つ目はこちらです。おー、これは、なんだ？タコ足。タコ足。へぇー。USB のタコ足ですね。はい。どういったことで使われてます？僕、基本的にゴールゼロ、はい、いくつか持ってるんですけど、はい、まあ、それを充電する際に、一個一個、めんどくさいじゃないですか。めんどくさいですね。で、はい、これを使うと、はい、一度に4つ充電できるっていう。なるほど。ゴールゼロ専用の充電テーブルみたいな。ですね。で、かつ、はい、まあ、家庭でも使えるのかな。ああ、確かに、まあ。そういったキャンプと、日常と、使えるっていう意味で。確かに。これは皆さんにもおすすめできますよね。そうですね。いや、僕も買おうかな、これは。ゴールゼロ結構充電めんどくさいですよね。はい、もう場所を取りますし、これは、はい、確かに。これはありですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、今年初の 3000m 超えの山に遊びに来ました。ただ風が強くてしっかりと音声が取れているか不安なんですけど、この夏にぴったりの涼しさ、むしろ寒さを感じる避暑地のアウトドアの楽しみ方を皆さんにご紹介していこうと思います。では楽しんでいってきます。大体40分ぐらい経ったんですけど、もうそうであってももうね、こんなに綺麗な景色が見えるという、本当に手軽に 3000m の景色が眺められるこの山っていうのは最高だなと思いながら歩いています。ただ今山頂に向かって歩いているんですけど、やっぱりね、 3000m 級の山なんで、もう残り
あと少しってところはしんどいなって思いながら、それを楽しみながら今歩いているところです。というわけで、山頂からの景色がどんな感じなのかを楽しみに楽しく歩いていこうと思います。じゃあまた。はい、今ね、山頂に行ってきました。山頂ではね、なんと視聴者の方に会ったりとか、こう風が強すぎて、ね、帽子がね、飛んでしまってもう被れないっていう状況になったりとかっていうので、かなりね、こう盛りだくさんだったんですけど、それをね、カメラに収めることができなかったんですけど、もう本当に景色は最高だったので、またね、皆さんにもぜひ来てほしいなというふうに思っています。というわけで、今からね、コーヒーを飲みにちょっと行きたいと思います。